ありがとうございます。はい、それでは、ゲストとのトークに入っていきたいと思いますが、本日前半のゲストは、一橋大学大学院准教授を務めの市原麻衣子さんです、はい、どうもいらっしゃいませ。よろしくお願いします。それでは麻衣子さん、プロフィールをご紹介ください。はい、ではまず一組目のゲストさんは市原麻衣子さんです。ジョージワシントン大学大学院政治学研究科博士課程修了、関西外国語大学専任講師准教授を経て、現在一橋大学大学院法学研究科および国際公共政策大学院准教授としてご活躍です。ワールドムーブメントフォーデモクラシーおよびイーストアジアデモクラシーフォーラム運営委員や朝日新聞論壇委員などもお務めです。また国際ロータリー財団の奨学生制度による海外留学をなさったご経験から、ロータリーフェローズ東京代表幹事を務めるなど、社会奉仕活動にも積極的に取り組んでいらっしゃいます。著書にはジャパンズインターナショナル、デモクラシーアシスタンス、アズソフトパワーなどがございます。市原麻衣子さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、たくさんのゲストにね、私たちの番組来ていただきましたけど、多分国際政治をね、研究されてる先生は初めてじゃないですか。そうですね、初めてです、ね、今日はいろんなお話を伺いたいと思いますけど。そうですね、よろしくお願いいたします。で、どうしてその方と私がって、なんか不思議に思わない？いや、思いますよ。多分皆さんも思ってらっしゃると思いますが、どういった、ね、お知り合いなんでしょうね。ね、ね、さっきちょっとご紹介ありましたけど、はい、ロータリークラブのね、主催する、財団があるんですけど、その資金で、こういう有能な、当時は学生さんだったんですけども、方を留学できるようにするとか、そういう制度があるんですね。で、そのご縁、私の所属している王子ロータリークラブが、はい、市原さんを、お世話するっていうのか、窓口になるというようなことで、その時からのご縁ですね、もう随分経ちますね。なんかその時の今日写真があるんですか？はい、出るかな。ピンクの、ね、お召し物の可愛らしい、ね、恥ずかしいですけれども、実は星野さんも左から2番目ね、星野さんということで、髪の毛白くすればあんまり変わらないと思いますけどね。はい、というこんな昔の写真で、この後、留学をされてという、これは何やってるんですか？これは留学先 のアメリカの中西部で、地区大会があった時に、ちょっとお話をさせていただいた時ですね。向こうのロータリークラブの集まりみたいなところで、どんなお話されたかって覚えてますか？いや、覚えてないですけれどもなんか結構緊張した顔してますよね。そうですね、それからなんかもう一枚、これは何でしょう？はい、オハイオに送っていただいたんですが、北区王子の方から。で、オハイオ のロータリー地区で、地区の清掃活動をした時に、参加した写真ですね。子供さんばっかりじゃなくて、本当は大人の方がたくさんいらっしゃったんですけど、お前も子供だろうかということで、こう写真の中に入れられましてなるほど、まだ子供のあれに、ね、カテゴリーに入れられるぐらいの若さだったね。当時は。そうですね。で、これをきっかけにして、研究、生活にそのまま入っている方なんですけども、そうですね、アメリカでのそういう研究生活ってどういう感じだったんですか？そうですね、もともとその、ロータリーで奨学金を得てアメリカに送っていただいた時には、勉強 その方法論といいますか、研究の方法論の部分を特に勉強したいという思いもありまして、で、特に国際政治学の場合はアメリカがその学問を形成してきたというところがあったので、あれですよね、冷戦構造の中で冷戦をどうその熱戦に変えないかという観点から国際政治学が作られてきて、で、それをやっぱり引っ張ってきたのはアメリカだったということだったんですけども、で、その最前線の研究をしているアメリカで、どういったその研究手法で科学的に研究できるかということをに関心があって行ったんですが、で、実際にアメリカに行ってみて、かなり私はその頭が悪い方なので、それなので現実からいろいろとこう影響を受けてきたんですけども、で、その中で一つには、自分がどうその、比較優位を持てるかということを考えまして、比較優位、そうですね、具体的に言うとどういう、現地の方々とその、議論をする中で、自分が持っていて他の人が持っていない知識とか、強みというのは何なんだろうと、
でそれで、まあ、アジアに対する関心とか日本に対する関する知識とかあと、まあ、自分が持っている内在的な価値とか、うん、そういったものを、まあ、あの利用していければいいのではないかというふうに思ったところがありまして、うんうんうん、でプラス、まあ、博士課程をアメリカで始める時期が、あのイラク戦争の後ですね、うん、だったので、うんうんでまあ、あの当然イラク戦争はそのと核兵器が、うんまあ、大義名分でこう入っていった戦争だったわけですけれども、うん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 、その後そのイラクをどう民主化できるかとか、うん、アフガニスタンをどう民主化できるかっていうような話が、うんまあ、後付けで入ってきましたん で、うんうんうん、でそれでじゃあその民主主義国をどう作るのかっていうような話が、うんまあ、私あのジョージワシントン大学でワシントン DC におりましたので、うんうん、DC コミュニティの中でもそれでもう持ちきりだったんですね、うんうん、でその現状に直面したときにじゃあ日本は何をやってるのかなとか、うん、あの日本は何ができるのかなっていうことにこう興味を持ち始めて、うんでまあ、国際政治学の中でも民主主義を、まあ、あの他国の民主主義を支援するという民主化支援という、うんあのまあ、分野に興味を持つようになりました。なるほどね。その原点としてまさにその勉強をされていた時代がイラン・イラク戦争、まあ、特にイラク戦争の時だったと、そうするとこう、うん、外国がそのある国家に、まあ、民主的でない国家に民主国家がこう入っていくっていうことに対してこうある種のまあ批判というかもあったり、それからまあ逆に それをやったことによってこ うまくいかなくなる点なんかがあって躊躇があったりとか、ちょっとその辺がそれまで そのパックスアメリカーナのまあ冷戦構造からそういうアメリカのこう民主主義を広めていこうみたいな一本上司のところからちょっとこう変わってきてる時代だったっていうことですかね。うん、そうですね。あのこう言説の上では非常に混乱した時代だったというふうに言うこともできると思うんですけど、もともとは核兵器を開発しているはずのイラクに核を探しにこう入っていくという話だったんですけども、後からあのいや実はイラクを民主化したいと思ってたんだとか、アフガニスタンに女性の権利をその擁護させようとしてるんだとか、後からこう話がいろいろと付け加わってきたので、まあ、ある意味なんていうか民主主義のまあ、概念が非常に政治的な色で染められた時代でもあったんですね。そのやっぱり民主主義を他国に植え付けるために軍事介入するというのはやっぱりそれは認められないことなはずなの で、しかし、まあ、実際その入ってしまった国の中を、まあ、どうその国の人々のためになるような国づくりをするかということを考えると、まあ、あの民主的なガバナンスというのは必要だったはずで、そこをうまく切り分ける、もう少し明示的に切り分ける必要が本来はあったと思いますね。今のお話は多分その後の研究の、まあ、成果としての見解だと思いますけども、まずそこのところが原点にあってっていうのは、はい、すごく大切なところかもしれませんね、研究者としてのね。はいはい、あ、そうですか。で、特にその、この頃その、まあ、我々こう東アジアの一国としていると、中国の膨張とかね、それからその、まあ、その文脈の中にありますけれども、その香港のああいう非常に、はい、非民主的な形になっていってるとか、はい、それから、まあ、ミャンマーですか、まあ、いろんなそういう問題、まあ、ある意味こう民主主義のこう危機みたいなね、はい、そういう言われ方も今してきてますよね。はい、でそれについてはこうどういう、まあ、今まさにその原点から今の研究の分野になると思いますが、どうお考えですか。そうですね、本当にあの民主主義の危機というのは間違いないと思います。一つワードを付け加えるならば自由民主主義の危機と言った方がいいかもしれませんけれども、民主主義という時にいろいろなこう捉え方があるんですが、まあ根底にはやっぱり選挙があって、で選挙によってその政治家を選ぶということに関しては比較的世界的にコンセンサスがその望ましさに関しては得られていると思うんですね。でしかしそれで選ばれた政治家がどういった統治をするのかというところが今問題になってまして、多くの国で例えばまあハンガリー、ポーランドみたいな東欧の国から、アジアにおいてはまあミャンマー
が典型的ですけれども、うんうんうん、インド、フィリピン、うんうん、インドネシアなんかもそうですし、うんうん、でラテンアメリカにおいても、まあ、世界中でその、選挙で選ばれた政治家が、言論の自由を弾圧し、うんうん、市民社会の人々を、まあ、かなり取り締まり、うんうん、法を、まあ、歪めるというか、うんうん、あの人々 の、 あの人権を侵害するような形を、うんまあ、認めてしまっているというようなことがかなり見られていまして、うんうんでその、根底には、まあ、2つあると思うんですけれども、うん、1つはあの今おっしゃったその中国や、まあ、ロシアの、影響力の拡大といいますか、うんかなり、SNS なんかを通じて影響力工作をしてまして、うんまあ、SNS だけじゃないですけども、うん、ビジネスセクターであの、まあ、中国系のビジネスマンが入ってきたりとか、うんそれから孔子学院で、うん、を通じてあの中国親中的な教育をするとか、うん、いろんな ね、 あのね各国の大学に孔子学院っていう学校を作って、まあ、一応そこでは語学を学ぶとか、そういうことが、表面的にはあるんだけれども、はい、そこでそういうこうなんていうのか、戦略的なことをやってるということですね。そうです、はい、うん現地の大学とタイアップして、それをやるものですから、うん、でそれで、まあ、教材の内容とか講師っていうのは、うん、中国側が選んでくるという形になっていて、うん、それなので現地の大学の付属のように見えるんだけれども、うん、実際には中国から操られている形になってまして、うん、でそこがまあかなり特にロシアの方がひどいですけども、うん、民主主義が、まあ、ロシアのまあ、中国もそうですけどもあのその権威主義的な指導者にとって脅威なので、うんうん、その民主主義というもの自体を、まあ、の価値をあのいあその損傷するような貶めるようなそうですね貶めるような、うんうんまあ、活動をかなり 言説を拡大してまして、まあ、それが一つあります、うんうん、であのもう一つは根本的なところではやはりその経済格差が各国で広がって、うん、でそれで不満のはけ口経済的にな弱者の方々の不満のはけ口が、うんうん、かなりアイデンティティの問題と結びついているというところがあると思います、うん、あの多数派の弱者、ま、あのアメリカなんか典型的にその白人の経済的な、うん、あの弱者ですけども、うん、そういった方々が白人以外の方で、うんまあ、裕福な方々をこうターゲットにして、うんまあ、そこに対するあのなんて言いますかその権利の主張を自分たちの権利を保護してくれという主張をしていく、うん、でそれなので、アジア人出てけ黒人あのまあ、黒人、まあ、そうでもないかもしれないですけど、まあ、外国人に出てけとか、まあ、そういった形になっていくと、うん、でそれなのでその国内のポピュリズムと海外勢力の影響力工作が結びついたところで、うん、かなりその国際的にあの自由主義的な秩序が乱れているというふうに思いますね。なるほどね、はい、要するにその民主主義国でないところの、まあ、いろんなプロパガンダも含めた動きっていうものが一方であり、民主主義国の内部にも、要するにそういうものとこう結びついてしまって、そのことがその全体の構造を歪めるみたいな、なんかちょっと複雑なことになってきてるということなんですね、なるほど。あの僕もねその数年前にミャンマーにで当時、アウン・サン・スー・チーが、まあ、こう出てきて、まあ、民主化っていう風になっててで、ね、すごくあの新鮮にこう見て新鮮に思えた光景がねやっぱりこうあの本当にトラックの荷台に乗ってね、あの選挙でもないんですよ演説してんですよ、うん、でそこにねこう本当に子供も含めてみんなこう周りにいてね聞いてこう拍手したいと言葉全然わからないんだけど、あのすごくなんかこうのどかなミャンマーの田舎町でしたけどね、あの光景を見ながらねあ民主化いいなと思いながら見てたんですね。だからあの今、うん、あの時友達になったあの彼らどうしてるのかなっていうのがある意味すごく心配だし、うん、またその中でこう経済も自由化されてきてね、うん、新しく私立学校を作ったりとかね、いろんなことしてる連中がいたんでどうしてんのかなっていつも思うんですよ、だからあのそうやってこう一旦は経済的にもこう東南アジア各国レベルが上がってきて、その民主主義というものを選んで、まあ、さっきおっしゃったようにその投票とかそういうことからまず始めてっていうふうにしてたのが、こう
何かどうなってそれがこうまた反転してしまっているのかっていうのがね、もう一つわからないところがあるんですけどね、その点はどうですか。そうですね、まあ、各国事情はかなり異なるので、そこはもう一概には言えないですけれども、ミャンマーとタイのような国の場合には軍政、まあ、その国軍の方がかなり、自分たちが最終的にはその統治を司るアクターだという意識がかなり強いの で、でミャンマーの場合、あとちょっと不幸だったのは2011年 の、 その自由化というのは民主化ではなかったんですよね、国軍が、まあ、国会にの4分の1の議席を持ってまして、で憲法を変えるにはその4分の1のうち の、わずかでも、賛成してくれないと憲法を変えることができなかったんですね、でそれなので、まあ、拒否権プレイヤーという言い方しますけれども、彼らに、まあ、力があった。で一部の大臣、まあ、3つのポストですけれどもは国軍にあてがわれていたんですね、それなのでかなり形だけの民主化というか自由化 で、まあ、ただそこまでやってその、まあ、市民社会なんか相当盛り上がりましたし拡大しましたし、で言論の自由はミャンマーはしっかりと拡大したところがありましたんで、それをまあ、覆すというのは相当大きな動きだったわけですけれども、その、まあ、申しましたようにその国軍が最終的にガバナンスを司るという意識、でそしてプラス、まあ、ミアンフラインというその軍のトップですけれども、彼がちょうど定年を迎えるところだったんですね、でそれで軍でですけれども、でその国軍での定年後に政治のキャリアを考えていたと、でそれで、まあ、政治のキャリアはつまり大統領になりたかったわけですけれども、でそれで選挙で、まあ、その国軍側の政党が勝ったらば、それで自分が大統領になって、まあ、万々歳だと思っていたところ、予想以上 の、 対象を、NLD という国民民主連盟という、方がしましたんで、アンサンスーチーの党ですね、でそれなので、まあ、予想とちょっと違うということになって、で強権を発動しちゃったみたいなね、クーデターになりましたね、はい、まあ、そういったプロセスの中では、こうキーワードとしてこう人権っていうね、まあ、人権の抑圧というか、そういう話が出てきて、まあ、ついついその、中国のウイグルの問題だとか、僕らも興味深いんでなんだけれども、まあ、このキーワードに対してこう日本がどう動いていけばいいというふうにお考えになりますか。はい、そうですね、まず世界がかなりその構造的に変わってしまったということを捉えなければいけないと思うんですけれども、日本自体がそのかつては、アメリカがその覇権国として、人権を守るとか自由貿易を守るとかそういったことをかなりその国際制度の中でやってきたわけですね、でそれがアメリカ自身がその相対的にパワーが落ちてきましたんで、だんだんその他国間協定に対するコミットメントから引いてきているところがあります。でそれなのでその空白に中国が入ってきているというのが今現在で、例えば国連人権委員会なんかはトランプの時に、アメリカは撤退しましたけれども、そうしたらその中国が影響力を拡大して、で香港なんかは中国がうまく取りまとめる形で中国と香港のどちらをサポートするかという、まあ、去年ですかね、話になった時に中国側のサポーターの方が多かったんですね、でそういった形になってしまっているという状況の中で、もうアメリカ任せにはできない、でそうすると要するにもう他の国も含めて民主主義国がみんな、まあ、団結って言ってことかなんだけど、 そういうふうにしなきゃいけないそうですね、はい、そのミドルパワーの民主主義国、まあ、ヨーロッパと主に日本、韓国なんかですけれども、そのあたりがその国際協調を、まあ、作っていかないといけないということが、まあ現在だと思うんですけども、それにしては日本は今でもアメリカ様々なところがちょっとあると、アメリカがこういったところに関してはその他国の人権状況を言ってくれるだろうから、日本はまあちょっと その文句を言う立場にはありませんというような、もっとやっぱり主体的にコミットしてほしいっていう、なんかこう苛立ちは僕らにもありますよね、でもう一つはやっぱりその日本国内の人権というものももう少し正面から向き合うっていうか、その通り、まあ、僕ちょっと事情よく分かんないけど、やっぱりその、なんていうの、外国人の、ね、方の、こう入ってくる入国管理の問題だとかね、ちょっと問題あるところもあるみたいだし、そういうところは別に何もこう情報公開しない方がいいってことでもないだろうから、そういうのにも真剣に取り組んでもらいたいと思いますよね、そうですね、まあ、岸田内閣10月31日の総選挙を優先して、
あの今度の G20 にも行かなかったんだけど、まあ、世界は動いてて、で12月にはその、民主主義サミットっていうのも行われるんですね、はい、これはどういう、はい、そうですね、まだ細かいことはちょっと分かっていないんですが、うん、アメリカの主導で、サミットを開催するんですけれども、うん、民主主義国を、まあ、招いて、その世界の民主主義を強化するために何ができるかということを、うん、まあ、議論すると、うん、でそれで、各国が何か提案を持ち寄って、うん、でそれで来年の、まあ、おそらく12月に民主主義サミット次回が開催されますので、うん、それまでの間にその提案を実施する期間としてその1年間を設けるような形になってます。で特徴的なのはまあ、その政府のレベルで、自由民主主義がかなりその弱まっているというのが世界的な、まあ、ヨーロッパやアメリカを見ても同じことですので、それなので、ビジネスセクターと、市民社会をかなり取り込んで、その、トライアングルで、まあ、民主主義の問題に取り組んでいこうという形になっています。なるほどね、まあ、日本っていう国はやっぱりその選挙になると外交ではなかなか票が取れないとかね、それからまたこうメディアもなんか割と内向きというか、そのあまり外交のことをこう積極的に取り上げていかないっていうようなところがあるから、やっぱり市原先生のようなこう方がどんどん発信してね、やっぱり少しでもそういうふうにしてっていただきたいとかありますよね。で頑張ります。だからその安全保障を考えるときにもちろんその、いわゆる武器だとかどう攻撃するとかそういう戦略的なことも大事だけども、やっぱりこういう外交っていうものを口だけじゃなくてね、本当に戦略的に使っていって、そうですね、ね、はい、世界の平和にコミットしながらなおかつ日本の国益を守っていくっていうような、そういう国になってほしいですね。そうですね、はい、その点で今日本の中でもそのかなりウイグルの問題とか香港の問題とか、うん、議員の方々も、うん、まあ、関心を持ってくださっていますが、うん、ちょっと懸念するところは、かなり反中の観点から人権が語られることがちょっと多くなっているんですね。で、やはりその人権とか民主主義みたいなその、まあ、本来、まあ、人類平等の価値であるはずのところのものに関してコミットするときにはそれをその政治戦略のために使ってはならないということが、まあ、非常に重要だと思います。そうですね、なんか本質的なところを大切にしながらね、何かこう政局を動かしていくとか政治的な主張をしていくことに、なんかどちらの陣営もなんか勝手に使うみたいなね、そういう状況はやっぱり改善していってほしいと思いますね。まあそれには我々みんなね関心を持つということが大事じゃないかと思います。今日は本当にいろいろとね短い時間だったんで聞き切れなかったけど、またよろしくお願いします。頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。市原麻衣子先生でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。